関万寺は、秋田県に伊香保市に所在する、総当州の寺院。三号は、皇宮山、本尊はおくるみ。古くから、文人牧閣が訪れた名刹として知られ、元禄九二年には、松尾芭蕉が訪れ、奥の細道にと紹介した。忍寿三年に、天台座数園人の階層と伝えられる。関方の美景と神宮皇后の伝説によりこの地を、占い、 皇さん関万玉寺ととしたという神宮皇后の伝説とは、神宮皇后が三冠征伐の岐路、大朱家にあって、貴坂田沖合に漂着し、オバマスクネが引き船で、学園の入り江に導き入れたが、その時皇后は臨月近かったので正常の地に移したところ、無事に御子を産み終えたという、関万寺演技所在の伝承。その後、貴坂田で半年を過ごし、 翌年の四月学園から出版し、畜死の歌詞育に向かったという。関万寿寺の名は、関寿、万寿を皇后が持っていたことに由来するとされる。ただし、古字名札大辞典では、後に、新言宗に転じ、関万という言語より事業が起こったという説もあることを紹介している。昭華元年八月、鎌倉幕府五大執権、北条時折が北方を訪れて、 四霊の地と定め二十長部の事業を寄進し、再興している。天正十五年一月としている、地元の金又左衛門らの混成によって、松ヶ崎光禅寺旧世栄林示世幸が、光禅寺の解散時か、大締め木を改祖に勘定して、総当衆に改めた。江戸時代になって、二カホ院内の禅林寺との間に、本末総論が起きたが、元禄九年に、 かが大乗時の預かり、松寺となって解決した。江戸時代の関万寺は、15世の無学絶衆の時に、騒動を開いたと言われ、多くの瞑想を得て、総当州の総林として、跳ね返放屈の名を天下に高めた。木坂田は、九十九島、八十八方、あるいは、東の松島、西の木坂田と呼ばれたように、かつては、松島同様無数の小島が浮かぶ入り江だったが、 文化元年の大地震で日形に変わった。陸地化した土地問題で本城藩と紛争となったが二十四世前世界革林は命がけで九十九島の保存を主張した。北田地震後の方後の開殿を実施する本城藩の政策に対し佐藤芝谷氏は関万寺を官員の宮家の祈願書とし、朝廷の権威を背景として開発反対の運動を展開。 文化九年には、同家祈願書に列せられている。里芝屋氏は、文政元年江戸で捕らえられ、1822年、本城の五区で死去した。天保六年十八世紀の勝山も最高に力があった。眠の紀元六二年六月、敗成、松尾芭蕉が訪れて、奥の細道の中で、九十九島と呼ばれた、当時の坂方の景観を絶賛している。ここで芭蕉は、 中国の悲劇の美女聖子を思い浮かべ、眠を眠の花と眠るにかけてと読んでいる。場所はまた、松島の景観との比較も行っている。この中で、看板マ字として登場するのが、看板字である。二河保氏は、この句が縁で、聖子が生まれた中華人民共和国石膏省初期史と、姉妹都市提携を結んでいる。芝良太郎は、気候集、街道をくで、 かつての同級生に会うため関万寺を訪れ、と述べている。また、関万寺の名について柴は、久方は古くは、関方とも表記したことから、方が万の字に変わって、関万と音読みしたのではないかと考察している。木造切り妻作り河原武器の八脚門。年代不詳だが、江戸中期の建立と推定。矢島藩生駒橋の寄進とされる、金剛力士像を安置する。 河原には、菊の紋章が用いられている。これは、簡易のみ焼け祈願書となったことによる。木造法業づくり河原武器。江戸中期以前の建立と推定。以前島原の西方寺にあった親団が腰掛けたと、される石。安永六年キリシタンの変を避けるために信者が、江戸地に輸送中、死刑に会い、北方に陸揚げして、ここに収めたものであると言われている。 三門境内の庭園詳細は、木坂田町観光協会観満寺を、参照具法投げすぎようなき椿上がらずの沢坂ずの、筒敷きのぼうり地蔵姿見の井戸けち脈樹よの木。ありがとうございます。